アイメリクラ・ポルテは、フランスアジャン出身のサッカー選手。マンチェスターシティ FC 所属。ポジションはディフェンダー。スペイン代表。アスレティック・ビルバオにおいては、1996から97シーズンにプレーしたヴィセンテ・リザラズに続いて二人目となる、スペイン国外出身選手である。フランスの南西部、アキテーヌ地域圏。 ロットイコールエイコールガロンヌ県のアジャン出身だが、4歳で、同地域県、ピレネーアトランティック県のバイオンヌに移住した。バイオンヌは、フランス領バスクの中心都市である。アビロン・バイオンヌ FC の下部組織でプレーしていたが、2010年に、スペイン・バスク自治州のアスレティック・ビルバオの下部組織に移り、2012年には、ビルバオアスレティックでプレーした。 2012年11月28日、UEFA ヨーロッパリーグのハッポエル・イロニ・キラヤと、シュモナ FC 戦でトップチームデビューし、フル出場した。12月9日のセルタデビー5戦では、試合終了間際に途中出場し、プリメーラディビジョンデビューを飾った。翌週の RCD マヨルカ戦では、マルセロ・ビエルサ監督によって、スタメンに抜擢された。 同月には2015年7月まで契約を延長し、違約金は1800万ユーロに設定された。2013年1月14日には、かつて、ウスタリツがつけていた背番号4番がラポルテに渡された。2013から14シーズンには、チームメイトのアンデル・イトラスペと共に、リーガー・エスパニョーラのベスト11に2選手された。2018年1月29日、 アスレティック・ビルバーは、ラポルテとの契約が解消されたことを発表した。スペインプロリーグ機構、ラリーガに対して、ラポルテとアスレティックの契約解除金が預けられ、ラリーガ側がそれを認証したことを報告している。翌日30日、マンチェスターシティと2023年までの契約を締結した。8月25日、リーグ第3節。 ウルバー・ハンプトン戦にて遺跡後初ゴールを決めた。2019年2月22日、クラブとの契約を2025年まで延長したことを発表した。U-17、U-18、U-19 世代のフランス代表に選出されたことがある。2012年には U-19 フランス代表として UEFAU-19 欧州選手権に出場した。 しかし、フル代表選出までには至らず、2021年5月にスペイン代表での出場を検討しているらと報じられ、5月13日にスペイン国籍を取得。これによりスペイン代表でのプレーが可能になった。5月23日に UEFA ユーロ2020に向けてのスペイン代表に選出された。2021年5月24日、前述の通り、 代表をスペインへと変更したため UEFA ユーロ2020を戦うスペイン代表24人に選出された。ありがとうございます。